はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍6やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はミッションの51に来ております。ミッションの51は、この爆弾を持ってるやつ、こいつが大量に出てくる場所で、フェンサーの練習にね、もってこいなんですよ。今まで俺フェンサーは全く使ったことなかったんですけども、ここで練習をしてかなり動けるようにはなりました。いや、まだまだですけどね、まだまだなんだけども、もともと使ってなかった俺がここで練習をしてね、フェンサー楽しいって思った。ぜひね、皆さんもね、ここでね、フェンサーの練習をしてほしいんですよね。ここ敵がね、自爆するやつばっかりなので、ここでとにかく、敵の中をね、縦横無尽に動き回って練習してみてください。まあ、とにかくこのね、ダッシュの練習にね、持ってこい。ここはめちゃくちゃね、ダッシュの練習になるのでおすすめです。はい、別にね、自分で銃なんかは撃たなくても大丈夫なんですよ。撃たずに、敵の中を走り抜けていくと勝手に倒れていってくれるので、あとは自分が、このアイテムだけを拾う、あー、痛い拾うように動いていけば大丈夫です。とにかくね、この動きの練習にね、もってこいの場所となっております。なんかね、フェンサーはものすごく動きが遅いイメージだったんだけども、いや、そんなことはなかったね。ここでこの動きを練習してると、もうなんだろう、こいつをずっと使っていこうかなっていう風に思います。これ後々になるとダッシュ回数が12回のやつが俺最高かな、そんぐらいのやつとかが出てくるので、そういうのが出てきたらこれもっと楽しくなるよね。もっともっと動きが良くなるのでいいと思います。まあ、ただまだね、制限にかかりますので、その装備は使えないんだけども、まあ、一応ね、そのいう装備は持ってます。インフェルノで、ある程度クリアしていきましたので、装備はね、揃ったんだよね。なのでそれをね、早く使いたいんですけども、使えるのは9月の25日かなからとなっております。まあまあまあ、まだまだ長いですよね。早めに使いたいんですけども、まだちょっと時間がかかるっぽいです。ちょっと待て、これはやばいぞ。回避、あ、やばい、ちょっと待て、そこ、ここ爆発する。いいね、いいね、こういうね、緊急回避みたいなのはレンジャーにはね、なかったんで、ずっとレンジャー使ってたからですね。こういうのがあると楽しい。あげい、火力も後になるとすごいんだよね、フェンサーって。まあまあまあ、今はまだね、装備があれなんでそこまで強くはないですけども、後々の火力ってすごいっすよ。あ、いった。このオレンジのやつはまだあれだね、爆発範囲が半端じゃないな。よし、爆発しちゃって、今使ってるのがダッシュ回数6回かな。もうちょっとダッシュできるやつを使いたいな。せめて10回ぐらいぶっ飛ばしたいよね。 OK、 あとはこっち側に散らばったアイテムをちょっと拾いますか。いや、あんまねえな。 OK、この反動がね、ちょっと使うのが難しいんだよね。でもフェンサーはこの反動軽減みたいなのが装備でもあるんで、そういうのもつけなさいよっていうことだね。
どうしてもその装備はまだ使ったことないんですけども、使っていけば反動軽減でもっと攻撃がしやすくなるんだろうね。あ、最後ここ取りたい。シャー。はい、ということで今日はミッション51フェンサーでやりました。ここはフェンサーの練習に本当にもってこいなので、ぜひやってみてください。フェンサー楽しいですよ。ということでまたやってみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。